ピッチは絶好のコンディションです。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りいたします。長谷川さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。ガンバ大阪対モンテディオ山形、これが本日の対戦カードです。ガンバの選手が登場します。キックオフの笛です。画面に向かって左から右へ攻めるのがガンバ大阪、反対に右から左へ攻めるのがモンテディオ山形。もう一度見てみましょう。オリリンゴースを走ります。高橋前半15分、リタイル、丸山、佐藤、おっと奪った長井、ライバル、よくしのいだ。預けて味方が探します。フォローが浅いですね。空中戦、攻撃を組み立てます。鈴木、合わせた。ヘッドでつないでワンタッチ、ミーノブワシントン、ダンブル、石山、イエローカットのプレーでしょうか。ダンブル、華麗なドリブル、宇田川、ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0、モンテディオ山形1点リード。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょうか。そうですね、ディフェンスラインにもっと意識を配ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦、ゆっくりじっくり参りましょう。後半戦キックオフです。流れを止めた佐藤、高橋、後半5分経過、ワシントン、ここでスライディング、あくまでも勝利への気概を堅持します。
セディオ、着実に点を重ねます。スロー VTR でご覧ください。叩きつけるようにシュート。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。宮本、これはイエローカードを取られました。少しレイドタックルでしたね。エドウ、後半25分経過。オフサイドトラップにかかった。丸山、堀、いいボールが出た。長い、外れ。コーナーキックになります。さあチャンス到来。空中戦、エドウィン、続く。長い、ここで試合終了のホイッスル。モンテディオ山形、接戦をものにしました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、非常に見応えのある試合内容でしたね。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。